はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、タイトルにも書かせていただいたようにですね、私の YouTube チャンネルの動画を投稿することができなくなってしまったという件についてですね、少しお話をしていこうかなと思います。で、まあ前回ですね、動画の方を公開させていただいたんですが、それから約1週間になるんですけれども、まあ、動画の方ですね、1本も公開することができない状態になっておりました。まあ、突然毎日更新されていたあやとサロンのチャンネルの動画がね、更新されなくなってしまったということで、かなり多くの視聴者の方々から、まあ、何かあったんですかとご心配のメールをですね、たくさんいただいておりました。ご心配をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。で、まあ、この理由なんですけれども、まあ、実はですね、私が普段 YouTube の動画を作っているパソコンですね、まあ、動画編集用のパソコンになるんですが、まあ、こちらがですね、まあ、急遽故障してしまいまして、まあ、映像の編集をすることができないだけでなく、メールのやり取りですとか、まあ、あとは動画ですね、こういったようなものの提供に関しても、まあ、返信をすることができずにですね、まあ、一定の時間が経ってしまったというような状況になっておりまして、まあ、突然ですね、まあ、動画の更新が途絶えたということで、かなり多くの方々にご心配をおかけいたしました。で、現在なんですけれども、こちらの故障したパソコンをですね、一度、まあ、メーカーですね、こちらのサポートチームの方に送りまして、本日修理が終わって帰ってきたという状況になっております。まあ、ですので本日以降に関してはいつも通りですね、まあ、毎日1回のペースで動画の方を更新していこうと考えておりますので、また通常通りチャンネルの方は更新させていただきます。まあ、この1週間の間でね、以前から公開していた動画の案件に関しても、まあ、かなりですね、まあ、多くの反響がありまして、で様々な動き等もありましたから、そういった点についてもね、新たにご報告することができればと考えております。で、まあ、今回パソコンが壊れたということなんですが、まあ、私のパソコンね、まあ、組んでから大体4年ぐらい経っておりまして、まあ、いろいろ消耗部品ですね、まあ、寿命の部品が出てくる頃合いとなっております。で、まあ、SSD というですね、まあ、簡単に言うとメモリですね、こちらの方が不具合を起こしまして、まあ、電源を入れればパソコンそのものは立ち上がるんだけれども、まあ、Windows の画面が出てからですね、まあ、数秒経って、まあ、コンセントを抜いたような感じでですね、突然画面もすべて落ちると、まあ、動作が落ちるというようなね、現象が、まあ、繰り返し起こっていたということがございまして、まあ、当初ね、電源周りか、まあ、マザーボードかなんかがいかれたのかなと思ったんですけれども、まあ、正体は SSD で、まあ、結果としてですね、修理代金に関しては3万いくらかと、まあ、思ったより費用もかからず、また修理の日数に関してもね、まあ、それほど長期にわたって預けるということもなくて、非常に迅速に修理をして戻していただきました。まあ、私のパソコンはサイコムさんというね、メーカーさんで組んでおりまして、まあ、プレミアムラインというですね、まあ、基本的に1回パソコンを組み上げれば、まあ、内部の消耗部品を定期的に交換することによって、まあ、長期にわたって使用できると、まあ、こういった製品になっているわけなんですけれども、まあ、大体ね、2020年に組んでいるパソコンですから、まあ、これからもぼちぼち、まあ、部品の劣化による、まあ、不具合ですね、故障なんかが出てくる頃合いでございますから、まあ、もう一度予備でですね、まあ、新しいパソコンを組もうかななんてこともちょっと考えてはおりますね。まあ、基本的にデータに関しては全て外付けのハードディスク、あとはね、メモリーカード等に保存しておりますから、常にバックアップを取っている関係上、まあ、動画のデータなんかがなくなっちゃうというようなことはないんですけれども、まあ、深刻な部品の故障になりますと当然、まあ、修理に時間もかかりますから、もう一台ですね、まあ、予備でパソコンなんかがあった方がいいのかなというようなことも、まあ、今回の故障を通じて感じたところでございます。まあ、今回急に動画が途切れたということで、かなり多くの方々からですね、何かあったんですかというようなご心配のメールをね、たくさんいただいていたんですが、あのパソコンの故障だけということでございますから、他にですね、特段動画を更新できなくなった理由はございません。明日からもですね、通常通りまた動画の方ですね、チャンネルの更新はさせていただこうと考えておりますから、まずはご報告という形で、今回何があったのかという顛末についてですね、お伝えさせていただきました。それではまた明日以降の動画でお会いしましょう。あやとでした。おやすみなさい。あやとサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。